今回は大学サッカーの視察に訪れた元ガンバ大阪選手であり、現在は強化本部スカウト担当朝比奈慎さんにスポットを当てました。主に大学サッカーのスカウトを担当している朝比奈さんにガンバのスカウト戦略についてお話を聞くことができました。レベルは確実に上がっています。で、まあ高校からプロに行くのもすごいいいと思いますけど、やっぱり大学でしっかり精神的にもやっぱ社会性も身につけ、それで、まあ、成長してプロになる活躍してる選手もやっぱりいっぱいいるんで、はい、まあ本当に大学生の場合はもう即戦力なんで、1年目からも勝負なんですよ。で正直そこは高校生、まあ、ユースの年代からだとはやっぱり 2,3 年はやっぱかかるんで、まあ、そこがやっぱ違いですね。ガンバ、今のガンバの状況を見て、まあ、編成を行って、で、まあ、今のガンバに足りない部分、ポジションなどのを見て、でそこから、一番はやっぱりストロングポイントですかね。もし例で言ったら、藤原みたいなやっぱスピードある選手、あとは阿部選手みたいにやっぱり右左蹴れる選手、技術あるのはもう当たり前で、それプラスアルファですね。そこをやっぱり見てます。あとはチームの編成ですね。まあ特別僕ガンバユースだからってなかったんですけど、やっぱり関西大学でやっぱ活躍、まあボランチ、やっぱ彼の持ち味、やっぱボールをまあ引き出して、まああとはラストパスも出せれるし、で自分からドリブルでミドルシュートも打てるし、やっぱあとはやっぱ技術も高いということで、まあガンバユースから、まあ、トップに上がらなかったちょっと理由は分かんないんですけども、はい、まあ彼すごい大学行ってすごい勉強になったし成長できたって本人も言ってたし、まあうちにはすごい必要な選手、あそこのやっぱボランチがやっぱトップ下ではすごい僕の中では頭の中にあったんで、はい、やっぱ試合見に行ったり練習見に行ったり、まあ、本人とも声かけながら、まあ具体そんな別に特別なことしてるわけじゃないです。ただ、元気とかまあ普通に会ったら声挨拶ぐらいする。あとやっぱり自分の思い、クラブの思い、絶対もらって活躍できる、やっぱ僕も自信があって声かけてるんで、こいつだったら絶対ガンバに貢献できるっていうのが見て思うから声かけてるんで、はい、やっぱそこは一番嬉しいですね。電話がかかってきてお世話になりますと。選手の言うけどやっぱり、まあ、そこはあくまでもスタートラインで、本当にそこっから厳しいんで、 J のピッチで立って活躍して行かないと、ただ入ることは別に正直という部分、まあ半分ありながら入ってよかったなというのもあるし、はい、やっぱガンバ強くなきゃいけないと思ってるんで、はい、で僕もやっぱガンバのサッカー好きだし、ぜひそういう、まあ合う選手というか、まあ活躍できる選手をやっぱ取っていきたいんで、はい、それでやっぱり今 J リーグ、まあ優勝してもう一回アジアのチャンピオンになれる、やっぱ素材を、やっぱり素材っていうか人材が一番だと思うんで、その人材をやっぱ育てるのも、まあ見つけるのもやっぱ僕の仕事だと思ってるんで、やっていきたいです。